トン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 悪夢ボーイ、心霊よし、天使一よし、メタルよし、どうも鈴木メタルです。あいぐねぐねめんめらめんめ、響くな、ちょっと響くね、外でも響きますね。桜がさ、はいはいはい、よかったね。いや桜がまだあったんですね。ここは上海ですか？日本にまだ桜あるんですか、ね、あるんですね。前ね、あの、うん、僕がちょっと体調悪くなって桜もう見れないかなと思ったんですけど、バリバリ咲いてますね。今日がベストじゃない、はいはい、本当にある意味の満開ですから今、はい、でからほど桜の話したら早速なんかピンクのボールが飛んできたもんね。なんかすごいなんかここあれですよ、うん、新宿御苑ですよ、ね、知ってます皆さんね。東京で本当一番の有名な桜スポットみたいな。いや本当ですよ、ね、もう結構ね今日もね平日の昼間なんですけど、うん、人も集まってますから。いやカメラの向こうにねもう大体70人ぐらいかな、タクミトのファンの方がね、皆さん本当にいつも応援ありがとうございます。恥ずかしいですね、誰もいないですからね。桜しかないですから。ということでね、はいはいはい、今日はピクニック配信ということで駅弁を買ってきましたのでね、楽しみ、お腹空いてましたって、うん、でも腹ペコですか今。ペコよ、ペコリーノよ、ペコリーノ、ペコリーナか、もうペコリーノの進化系ペコリーナ、ペコリータみたいな。あれ、あそっか、ね、間違えた、ペコリータ言いたかったんですか。ペコリーナって言ってました。かけてんのかなと思ってましたわ。これどこで買ってきたんですか。ちなみにこれは新宿駅のホームにある、ね、一緒でもね、はい、駅弁いただき、いやそうなんですよ。本当なんか東京駅ね、あの、はいはい、行こうと思ったんですけど、うんうん、新宿駅には立派な弁当屋さんがあったんで、いやびっくりですね。電車乗っちゃったんですけど、急いで折り返しますっていうことで戻ってきて、新宿にあったんかいっていう話です。すいません、俺が見せましたね。新宿駅にあったよ、たくや、新宿駅にいい弁当屋さんあったよってね、そう引き返して、ね、弁当って人の性格が出るからね、言っとくけど。そうなんだ、そうよそうよそうよ、自分が現れてる弁当屋で、ザ・スズキユウト、ザ・スズキユウト、僕も多分ザ・市村清彦。よくですね、はいはい、紹介してっていいですか。そうですね、こちらでございます。はい、カニイクラ焼きホタテ弁当。お高いでしょ。1380円です。弁当でこの値段って結構しますよね、やっぱりね。結構よ、うまそう、確かに。そう、肉よりは海鮮なので。あ、魚派なんだね、はい、やっぱいっちゃいましたねこちらね。いいセンスがいいと思う、本当。カニ丸ごと1匹入ってるのこれ。いや、そんなわけないですよ、入りきらないですよ、もう こんなんですよ。そしたらもう捨て込みすぎですよ。どっかのご当地なんですかね。どっかあるんだろうけど、でもね、うん、そこはね、ちょっと表記はないんでね。ないですね。まあ、思いますけどね。台湾とかじゃないの。いや、そんなわけないですよ。ちゃんと国産ですから。安心してください、皆さん。そうですか。本当に素敵な振りだわ。本当に、これ性格の違いが分かる、はい、ような弁当機を持ってきちゃったわ。ちょっとお願いしますよ、これ。いいですか。はい。さあ、鈴木みとろが選んだ弁当はこちら。信州名物、山賊焼き弁当。もうあんだけ俺が散々ラーメン二郎好きガッツリ好きとか言ってる理由が分かるでしょ。しっかり出てますね。山賊焼きですもん。しかも俺信州だから、はいはいはい、あの長野じゃない、要するに長野です。だからたくあんちゃんの弁当でもあるよ。さすが山賊焼きはもう目に入りなかったですわ。せっかく長野の名物ということで、山賊焼きのなんか、はい、面白いじゃないけどその、うん、思い出エピソードとかあれば聞きたいなと思って。あ、なんもないな。早速開けてみます。じゃあそうですね、はい、カニ入ってる、落ちないよね。わけないじゃないですか。大丈夫山賊って書いてあるんですから。読めますよ、そしたら。すごい、意外と可愛い、うん、可愛いね、サイズ感ですね、これ。あら、どうですか、そちら。これもうほぼ二郎ですね。もうほぼこれラーメン二郎ですわ、これ。ただね、これね、980円。あ、リーズナブル、安い、1000円で買えちゃう。ピクニックなんてどう、久しくやってないんじゃない。本当に、うん、小学生の時に、うん、ちょっとした山登りした時にピクニックしたぐらいしか覚えてないですね。あの、本当そんな遠い記憶、はい、ピクニック最後多分小学校1年生のあのね、皆さんご存知の緑の沢公園、知るか、夜なんかお化け出るみたいなさ、はい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 、あったじゃん。1年の頃に行った記憶かな。辻先生と島津先生に連れられて行った、懐かしいじゃんね。何も知らないですよ。これやっぱ本当にでかくて、これ伝わるかな。一個一個がすっげーでかいな、これ。可愛く見えてきました、僕ね。箸もなんかちっちゃくないですか。え、待って。めちゃめちゃサイズ感、これ本当は全然違う。ガチの感想でいいですから、うん、北海道のかわかんないですけど、ホタテ、うん、どうぞどうぞ、いただいていいですか。はいはい、もちろんもちろん。うんうんうん、うん、はいはいはい、吐く。待って待って待って、口に合わなかった、吐く。絶妙な松川けど、じゃあ吐くな。
ちゃくちゃ乾燥してますでも、うん、めっちゃ身が締まってて美味しいですけど、ね、美味しい。生ホタテとかあるじゃないですか。あるね。ああいうのとは違います。さすがに、さすがに弁当なんで。まあそうじゃない、そうじゃない、うん、いただきます。ま、うわぁ、あ、うん、パサパサしてる定評だな、なんかお互い。おいしい。山賊焼きってあのよくお母さんとか作るんだからな。そうそう、作ってなかったっすね。あ、そうなんだ。そもそも信州名物って書いてありましたけど、うん、そんなに僕見たことないっすね。あ、へえ、うん、ソースカツ丼、うん、とかはよくあったんですけど、うん、山賊焼きって聞いてピンとこなかったですもん、さっきも。あ、そうなんだ、うん、やっぱ肉やな。僕はやっぱ肉が好きなんで結局なんか選んじゃうのよ。その魚も美味しいけど、はい、なんか空いてる時って結構もう肉ジロー、ジリ系なんです。こういうのじゃお腹いっぱいになんない。うんうんうん、食べながらでいいんですけど、うん、ちょっと今日はせっかくなんでね、うん、あるテーマに沿って話していこうと思ってるんですけど、うんうん、北京時代、うん、やらかした話していこうと思ってます。こんな綺麗な桜のバッジやらかした話すよ、はい、嬉しかった話とかあるでしょ。こんだけ綺麗なさ、日頃のね、うん、まあ、僕ら見ていただければわかると思いますけど、うんうん、それはやらかしますよ北京時代。これは、うん、豊洲駅で働いてた時に、うんうん、お客様から300円多くもらっちゃったので、うんうん、そこでその方がその西武池袋線の中村橋にお住まいで、うんうん、中村橋に降りた際に、はいはい、やっぱそのイライラしたんだろうね、はいはい、中村橋の西武鉄道の駅員さんに聞いちゃったの、はいはい、あ、メトロさんがミスったのに別の人に。そうそうそう、メトロの駅員に300円多く払っちゃったのに、うん、どういうことってなって、はい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 、西武鉄道さんからなんか連絡が来て、とりあえずあの300円立て替えましたけど、はいはい、謝りに行った方がいいですよって言われて、豊洲からその仕事終わりにわざわざ中村橋行って、はいはいはい、まず駅長とかも駅員全員に謝って、その西武の駅員さんですよね。そうそう、うわー、でみんなにあの差し入れしてさ、あのお茶買ってて、皆さんすいませんでした、300円のそれでめちゃめちゃ謝って、もうめっちゃアベよ、 5,6 人で 俺のこと待ってんの。いや、そうですよね、敵が来たよって感じですよね。そうそうそう、よう来てくれたメトロ君かって言われたら本当綺麗に君か言われることあるんですね、現実で。それはもうめちゃめちゃ印象残ってて、はい、今だにその同期とかと会うと、うんうん、それいじられる、中村橋のメトロ来たみたいな。これはやりかしたかな。それは駅長に怒られたりしたんですか。あ、もちろん怒られてしかもそのジュースがさ、駅長さんにはさ、とりあえずお金渡されて、うん、ジュース買ってきなさいって言われて、うん、なんか近くでドンキーホーテがあったんだよね。そこは安いなって頭の中でさ、うん、切り替えて、うん、ドンキーホーテ行ってあのドンキーホーテのあの切り替え袋あるじゃん。はい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 、はい、あれを差し入れで。絶対ダメですよ黄色い袋で持ってったんですか、もしかして。少しでも安くしようとしてるって絶対やめてください、そんな今思えばね、マナー常識が分かんなかった。そうですね、まあ、メトロさんらしいですね。どう、なんかある、ちかんちゃん。いや、僕もあるんですけど、うん、やっぱ一番あれですね、怒られた経験で言うと、起床、うん、遅延したことあるんですよ。なんか泊まり勤務じゃないですか、駅って、うんうんうん、泊まって、うん、朝、まあ、始発の業務前に起きるじゃないですか、うんうん、その時に寝坊しちゃったんですよ、僕。それめっちゃ問題ですじゃん。マジで問題になって、二度寝したんですよ、その時。うわ、一回起きたのに、うん、制服着替えて、うん、ちょっとあと5分ぐらい寝ようかなって寝たら、そのまま起きず、やばっ、先輩がコン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 、おい内村もう時間だぞっつって起こされて、めちゃくちゃ急いで報告しに行くんですよ、うん、報告が5時40分とかだったんですけど、うん、5時41分に報告になって、うわ、あ、1分遅延ですねで、うんうん、遅延になって、これは気象遅延で事故になりますっていう扱いになって、そうでしょう、駅長に呼ばれて、その後、うわ、だる、駅長面談ですよ。面談、はい、何それ、お前なぜそんなことをした、原因を突き止めろで、時系列報告書っていうの書かされて、いや、書くときももう本当に切ないんですよね、やっぱあの、うんうん、何時何分私は目が覚め、何時何分何十秒二度寝をしました何時何分何秒先輩に起こされ、うん、挨拶に向かうで、前日何をしたのか書かされて、前日の、はい、お風呂に何時入りまして、うん、何時に夜ご飯食べて関係ないよ、そこ。やっぱ鉄道員だなってそこは思いましたね。まあね、あ、日本だけよね、1分1秒、やばいですよね、さ、鉄道会社って厳しすぎますからね、厳しすぎる、本当に。当たり前のようにだって1時間2時間遅れるらしいじゃないですか、海外、うんうんうん、前もなんか軽くね、たくあんちゃんに言ったかもしれないけどさ、俺もフランスとロンドン、パリ、うんうんうん、あの行ってさ、うん、そこで結局人身事故起きて、うんうんうん、で駅員さんが言ってたのが、はい、あの人身事故だからみんな、はい、タクシー乗って、タクシー乗って、はいはいはいみたいな。まあね、こんなレベルやからね、世界すごいっすね。これでいいんですか、これで行ってこい、行ってこいでこうじゃないとダメじゃないですか。どうしたプライベートで、うん、めっちゃやらかしたこととかない？うーん、
うん、やらかし怖い話になるんですけど。最高で、はい、先生。はいはい。お化け出てきます。お化けは出てきません。じゃあいい、はい。僕、豊橋に住んでた時の話なんですけど、うん、僕よく天体観測をしてたんですよ。おー、すごい。いいね。今日も順調に花につくね。天体望遠鏡担いで、行くわけですよ。観測が好きで。もうバンコクシティーよね。歌のまんまです。歌のまんま。一番見やすいスポットがちょっと階段登ってって、うん、高台があるんですよ、一個豊橋に、うんうん、で高台にまで登ってって、ね、いつも観測してたんですよ。で、ちょっとこういう木の下にいい感じのポジションがあって、うん、そこに望遠鏡をセットして、うん、ちょっと寝ながらいつもこうやって見てたんですよ。おしゃれ。そしたら、うん、豊橋に住んでたの2年ぐらい住んでたんですけど、うんうん、結構な回数行ってたんですけど、うんうん、ずっとその夜真っ暗な時に行ってたんですよ、うん、なんで周りに何があるとか何も分かってなかったんですよ。ただいいポジションだなとか思ってたんですよ。はいはいはい。豊橋を去る、まあ、1週間ぐらい前ですね、思い出の場所を巡ろうということで、うん、昼間にそこに行ったんですよ、うん、行って周り見たら、うん、そこが戦争で亡くなった人のお墓が周りにあって、やば、戦没者のなんか記念碑みたいなの場所だったんですよ、うんうんうん、やば、乗り移られてないかなと思って。確かにそれはちょっとバチン当たりそうよね。どおりで人いないなと思ったんですよ、そこ。誰も。なるほど。いや、だからちょっとね、そんな人かないとだなって思いましたね。どうですか、メトロさんは。やっぱ日常生活でやらかしたこととか。あれ一番多分印象残ってるのが、うん、小学校6年の頃、はいはい、まあ、学校終わって家帰って、うんうん、その日なんか、ね、家に鍵忘れてさ、ほうほう、放課後かけて帰ってもお母さん仕事だから、うんうん、家、まあ、鍵開かないわけよ。うん、俺、どう、何を思ったか。そこら辺に落ちてる枝を手に取って、うん、その鍵穴にひたすらグリ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 、もうずっと10分ぐらいグリ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 、うん、って降りて、あ、ダメか。で、またその木持ってきて、グリ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 をずっと繰り返した、うん、開くわけないじゃん、うん、でそこでお母さんたまたま帰ってきて、はいはいはい、何してんの言うと、あ、鍵開かないんだ、もういいよ、ね、お母さん開けるからどいて、はいはいはい、ちょっと嫌な予感します。そう、ほんとそう。はい、もう全部木がさ、鍵穴にもう入っちゃってるから、お母さんがいくら鍵開けても開かないのよ。はいはい、もう、ギュンギュンですもんね、今、この木くずで。そうそうそう。ジョーディースの世界で、はいはい、二人でパニックになって、これもう家入れないじゃんってなって、はいはい、お母さんがさ、もう階段駆け上がって、うちね、はいはい、マンションだったから、うん、4階建てなの、はいはい。だから2階の人からピンポンしてって、はいはい、出ない。はい、あ、出ない。じゃあ3階の人ピンポンって、3階の人がやっと出てくれて、はいはい、どうしたんですか、鍵開かないです。うん、え、鍵忘れて、いや、そうじゃなくて、木が詰まってるんです。3階の人に言って、その人が、え、木が詰まってる、わけわかんないですよね。木が詰まってるから開かないってどういうことって。で、その人が、なんかそのドライバー持ってきて、丸ごともうネジから外してくれて、はい、なんとか木取って、あ、もう、はいはいはい、ちょっとどうぞ、みたいなのやってきて、っていうのはめっちゃやらかしたヒヤッとしたね。もう、お母さんが寝れなかった1週間が怖くて。このままが一番切れた時。大丈夫ですか、なんか僕が留守の時、なんか鍵穴に木でやってないですよね。やめてくださいよ、絶対に。大丈夫。針金でやるから大丈夫。やめてください。壊れますから、それでもきっと。どうします、あとじゃあ 2,3 個やらかした話いきます。あ、全然いい、大丈夫。きつい、待って待って、いや無理して、え、いいのって言ったけど、え、どうする、いける。さすがだなと思いました。いくらでも持ってるわと思って。はい、ということでですね、はい、次メトロさんのですね、チャンネル概要欄の方に貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方チャンネル登録よろしくお願いします。ごめんなさい、コラボというかもうレギュラーなんですよ。コラボの何も普通に自分のチャンネルにも出てるみたいなもんなんで、いつもありがとうございます。はい、お会いしましょう。シェイシェイついでに恋明日に向かって進めたら、ありがとうございます。